はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のゲームコレクター酒缶はファミリー対、魔性9回目かな。はい、もうよく分かんなくなってる。普通にここにマップをとりあえず前回作ったマップね、あとこの黄色部分から先を攻略できればいいかなというマップです。はい、リセット結構ね、2つ目の迷宮にしてもだいぶ全 16×16 マスを全部使ってんじゃねえのこれみたいな、若干ね、もう今の時点でもう漏れてる部分はあるんだけど、でも喋りながらだとなかなか進まないな。これなんだ、はい、行きます。前回なんとなくちょっと順調に行けそうな気配が見えたので、あれそう、コウモリ、よし、ハート1回ぐらい出ろ。よし。わ、マジか。どうだっけ。右上、しばらくここで稼ごうか。あれ出ないな、ハートが出ないな、ハートが出ないなハートが出ないな。まあついでにスライムも倒すか。じゃあしょうがないなおかしいな、これバウンドかなんか一体扱いなのかな。もう少しずらした方がいいのかな。ハート出た、よし。でもハート出てるな、確実にハート取ってるな。取ってなーいなーい。お、よし、ちょっと待って、こっからどういくんだっけ。先に見ときゃよかったな。1212、右上、右上右。うわー、マジか、戻されるとは。うわ、いきなりこんなダメージ食らってる。こっからスコーピオンでしょ。下、右、違うな、上、右、
右かー、ここあれあれ、ちょっと待って、スネーク、ちょっと待って、スネーク、あれ合ってたこれ、ちょっと待って、右、あ、そっか、スネーク、ここ間違いだ、ここ間違いだ、ここ塞いで、上右下、ただ上がタワーだから、ここでちょっと稼ごう。やべ、間違えた。こっちのスライムあれか。ちょっとこれ、ここで稼ごう、一回。よし。よし。ちょっと待って。マジか、お前ら。ここから、ちょっと待って、ここから下だ、下行って、これは、キャット×4、行き止まり。よし、覚えた。キャット×4、行き止まり。あれ？マジック、あれ？右行って下ね。ここの下。わあ、ファイヤーかけ4、ファイヤーかけ4。しかも右に通路ある。次、右、バット×4、上、バット×4かな、ここも。おお、左はもう分かってるから、上に行って、上の確認ね、上。あ、こいつか。右。スネーク×4。おっと、わー、お前、わー、取れなかった。マジか、引っかかったし。下はなんだろうな。危ない、やられた。スライム×4。だいぶ埋まってきたな。あ、これでだいぶ見通しが良くなってきたぞ。全然こ、僕のプレイ状況をどこまでこう伝えられるか分かんないけど、だいぶ埋まってきましたね。もしかして、進行状況の解説動画とかいるのかな。
なんかそういうの作った方が分かりやすいのかな。いや、いやもうここは突きろ、突きってまたタワーで稼ごう。よし、だからやられそうになったらタワーに戻ればいいんだよね、横着しないで。そうだそうだ、く稼げない。おっと、稼げないな、やっぱここって左だけだな、タワーだけだな、稼げるのは。かふう、あと一回取れればいいか、とりあえず。よし、これでいこう。で、右かな？右で、右でスネークかな？あ、こうか、これだ。これで右だ。スネークはちょっと、スネークじゃないや。え、これバット、これどこだ？1,2,3,4、4つ右に行ってスネークか。4つよ。わ。2個目。あれ、ここでスネークだ。あ、そうそうそう。ここで行き止まりだったんだ。思い出した。前回の思い出した。ここで右だ。あー、ちょっと待って。これ、ここで稼いでいく。え、ずれてる、ずれてる。このタワーでちょっと稼ぎながら。よし、でここでタワーでしょ、ここでスネークのタワーで1,2今スネークタワーがあって1,2,3,4,5個、右に5個。うわー、戻された。いや、もう突き抜けた方がいいのかな、あれは。右に5個ね、右に5個ね。よし、こういうことか。よし、ここがスネークで、この隣だ。この隣が何か。うわ、これはリザードマンか。取れない。
右で下に道があるかどうか。あったー、くそ、嘘だろ、何回も食らってんな。うわ、くそ、何も手に入らず。で、下が行き止まり。スライムかけよう。次どうしよう。上行って。上左、上あれ、ちょっと待って、ここ、あれ、ここはあれ、上行けないんだっけ。あ、そっか、ドワーフか。上、あ、違う違う違う、もう一個だ。左って、ちょっとここ左嫌だな。ウェアタイガー、左行って上、左行って上、左行って、上、うわ、あー、マジか、上、よし、で、左だよな。ちょっと待って、左は、左なんだ。左は分かってんだ。左バットかけ4、あ、違う、2か。違うな。まあいいや、読めねえ。左2でコブラに当たるから、ちょっとそこが注意。次がコブラだからそこが注意。いや、したい。あぶねー。ナイトかけ2で次左。いやー、どんどん埋まってくねースコーピオンかけ1。上バウンドかけ4。おお、で、左が、てか全然店が出てこないんだよな。まあいいや、ちょっとここで稼げるか。体力回復させてくれ、ハート。全然ハートが出る気配がないんだけど。くわ、スコーピオンかけ4。やべ、スコーピオンかけ4。
互い行き止まりかな。スネークかけ4、スネークかけ4ね、スネークかけ4ね。いや、あぶね。左左左左、うわあ、ファイヤーかける4、上ね、なんだろうね。またこの何だ、あ、こいつか。また魔法陣無駄遣いだよ。で、上か。上か。なるほど。モンキーか。モンキーか。これで左行こっか。マジか。左ね。ファイヤーかけ4、下行こう。スネーク、あ、ここで行き止まりか。当たりやー。スネークかけ1か。あ、結構これでこの辺が閉まったわ。で、上行って左だけど、ちょっとここはファイヤー結構早えな。で、左、左行き止まりだな。右4つ、右3つだ。ここから右3つ。いや、あと2つ。あー、この隣、この右。
ゃあマジか、スライムか。スライムかけ4にやられた。どうしようどうしよう、結構埋まってきたな。埋まってきたけど、また同じパターンでいくか。途中までは同じでいいや。今のパターンでいこう。よし、よし。とりあえずここで200になるまでいきましょう。結構効率いいと1回で20入るから、やっぱハートが2つ重なってるパターンがあるよね。あ、これもそうだよーし。ちょっと待って。今のタワーがあって。右、結構回り道がひどいな。上右、違う、右上で右行って、上右行って、ここでスコーピオン、あ違うか、ここの釣りだ。この右がスコーピオン、あっちもいいんだよな。スコーピオンまで行ってんの。とりあえずスコーピオン、タイガー、まあいいや。くわー、こっち来てよかったかわかんない。ちょっと待って。ウェアタイガーからタワーに来て、これタワーダメだ。これちょ、ここで稼ぐわ一回。右ドワーフ、まあいいや、それはいいんです。ここ、あー、ちょっと待って、ずれてたずれてた。よし、稼ぐ、タワーで稼ぐ。うわー、やっちまった、やっちまった。あ、そっか、タワーって重なってるからだ、まとめて食らうのか、ダメージ。いやー、もういいよ、早く回復してよ、もう。稼げない。よし、10か。よし、よし、よし。あと10で、こっから右、ハイパーナイトがいるところが右に行くところないから、いずれにしてもそこで方向転換ですよ。あ、こういうの倒していこう。
あ、でもこれ倒しとけた方がいいな。倒しとけば、あ、取れない。あ、取れた。よし、ここで、ハイパーナイトからこれ下、下、違う。あれ、行き過ぎた。あれ違うな。あ、こっから行けねえじゃん。あ、ごめん、間違えた。あ、こっちから行けねえんだ。あ、ダメだ。戻っていかないと。左、左、左、左。ウェアタイガーのとこまで戻ってから、上、上。よし。こっち来る必要なかった。あー、ミスった。ミスったな。もう。戻る。うわー。ここ通らなくていいのこと通っちゃったせいでダメージを思いっきり食らってるし。ちょっと、ここで、スコーピオのバット、ミリミリミリ、見て、ミリ、スネークまで行ったら上、上。違う、スネークまで行ったら上に出たわ。わ、ここかか、本当にこう、倒してもパリーンってなってる時にダメージ食らうのは、あれか。そっか、スペランカーのコウモリフラッシュに当たった時のと同じだと思えばいいんだな。アイレムだし。ちょっとここでちょっと稼いで、このエネルギー補給所は大切にしていこう。何にしても。よし、ここからどうすりゃいいんだ。結構回り道しないとあっちに行かないのか。めんどくさいな。ってことはさっきと同じようなルートを通らなきゃいけないんだな。めんどくさいな。このマップ見にくいな。ちょっと上下回転ちょっとさせようかな。もういいや、ちょっと行くわ。戻された。嘘だろ。スライム勘弁してくれよ。スライムからダメージ食らいすぎだろ。スライムのダメージでけえよ。わあ、でけえ、でダメージでけえ。しかも回復しねえし。ちょっと待って。タワーで、どこだこれ。タワー、あれどこだ。タワー、スライム、右、上、上、右、右、右、上、上、右、右。ついでに上。わわ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 。あ、体力3しかねえ。嘘だろー。ちょっと待て。位置関係が。あ、来た。やられてるし。いやー、ちょっと待てやー。なるほど、ちょっと厳しいな。ダメだ、あのバットのところは抜けないとダメだ。ちょっと待て、やっぱ空にしないとね。まあ本当は、あの、実を言うと別にアイテム画面開けばいいだけなんだけど、
なんかそれだと画面がつまらないから、やっぱりちょっと、あー結構ミス、あでもダメージあんま食らってないな、あいつからは。よし、見栄えを考えるとあんまりアイテム画面で停止したくないんですよ。あとから録画映像見返すときにあの画面が出てるのもちょっとあんまり好ましくなくて。よし、やっぱ単純にこうこの状態が一番楽だね。この状態がいいね。いやー、なんつうかね、同じプレイを見せられてるだけに なってない？大丈夫？っていうか本当はショップがちゃんと見つかってアイテムが買えればそれだけで十分なんですよ、マッピングなんか。これ3つ目以降もちゃんとマップ書いていくかどうかだよな。ちなみにあのマップね、毎回どっか間違いがあるみたいで、たまに修正してるけど、でもまだ間違いがあるかもしれないんで、何かオフィシャルで使おうとするときにはご注意ください使わないかオフィシャルでは。違う、これはやっつけた方がいい。で右かな、でスコーピオンまで右かな。あ、ちげえ、このままいっちゃえ、うわすげえ食らってる。ダメだよ、食らっちゃ、食らっちゃダメだよ。わあ、しまった。こっからだ。スコーピオン、右手、スコーピオン、スコーピオ。あれ、どこだ？今どこだっけ？これか。上、右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 。ここから上、上、しばらくここで稼ごう。はい、ちょっと、よし、ここで稼ごう。
よし。ここでタワーでしょ。タワーで。上、右、右、上。上、右、右、上。うわー、危ねー。よし、スネーク。右右上上左左。あ、ちくわー、マジか。ちょっと待って、ここで一回休もう。左左なんだけど、ここスネークでしょ。左左左左三つ。うわ。え、ちょっと待って。え。消えろ。あれ左、これコブラ？コブラ、ちょっと待って、コブラ4ついて、あれ下の道があるな。ちょっと待って、あれコブラって下の道があったの、これ。あ、ちげえ、道間違えたか、これか。あ、道間違えた、すげえや、これ間違えた。いやいや、そこ来てんのか。ああ、ダメージ食らってんじゃん。もう諦めた。これどうなってんのこれ。ああ、そういうことか、そういうことか。これ全然違ったわ、攻略が違うわ。ここじゃねえや。あ、でも合ってる、言ってることが微妙。これ多分左行ったら死ぬべ。ああ、うわ、これもうどっか返す。分かった、ここだ。ああ、落ちた。スコーピオン、ちょっと待って、あれコブラでしょ、ナイトでスコーピオン1でしょ、その上が、これしばらく助かる道ないな。上、左、左、いけるか。あ、ここでちょっと回復、なんか出てくれ、なんか出てくれ。硬いんだよ。おお、出た、ラッキー。でね、だったらこっちの方が楽なんじゃないの。でも上向きに移動されたら多分ダメージ食らうんだろうな、いきなり。あー、食らった。いや、もうダメだ。ダメだ、想像通りのダメっぷり。わーわー、あれ今何分。あー、やべえな。おおむね今のコース合ってた。合ってたけどちょっと覚えてないな、ちゃんといけるかな。だからもっと近く行けるかと思ったら、今まで回り道してたのの先だ。マップのつながりがさ、
難しいな。どうやってマップ書けばいいんだろうな。ちょっと今回攻略しきれなかったらマップの書き方変えよう。うわっ、ちょ、いや、もうめんどくさい。やばいな。途中から全く達成感のないものになってる。いやー、これ埋めんの大変だわ。しかもマップのさ、上下左右つながってるって言ってるところの、その角のところのがのつながりを移動しなきゃいけないから、マップにするのすごいめんどくさいんですよ、書いてて。前回のはさ、ループポイントっぽいところが1箇所しかなかったからさ、結構マップの区切りを分かりやすかったんだ、かけたんだけど、ああちょっと、この隣またコウモリが高速で来るやつだよね。容赦のない敵ばっかりだな。よし、ここで稼ごう。よし、いやー、これひどいね。よし、これでどうにかなった。で、ここからだ。タワーからスライム。ちょっと待って、上でもいいな。上、右、上。ここでスネークでしょ。右にひたすら行って、で、上行って、で、左。あー、ここで食らうか。で、これ左行って、下行って、よし。うわー、食らってるし。ここでさっきのところは変だよね。ちょっと待って、ここからだ。スコーピオンから上、左。
上についてみり、よしよし、右か、入った瞬間スライム、スライム、あれどこだ、ここか、スライムでしょ、あれ、よし、これはスライム4方向あるじゃん、うわー、下、あ、ここ全開来てるわ、ここもし、ここのね下を見てないんだよ、ちょっと待って、タワーない、この辺タワーない、タワーないや、ちょっとこの下を、ちょっと下を見に行く、うわー、いきなりそれか、くそー、よし、もう一回いやー、今のところもう一つ見たら他に行けるのに、よし、うわー、いいや、もうここで稼ぐよ、ちゃんとちゃんと稼ぐよ、落とし前はつけさせてもらうよよし、いやでも少ない、10ずつだ、これやばいよな、1ヶ月かかるよな、このペースでプレイしてたら1ヶ月かかるよな、どうしようかないやー、10時間ぐらいでヤッホーみたいな感じを予想してたんだけど、いやー、これ、いや、もう多分マップ書かなくてサタタッといきゃいいんだけど、アイテムだよな、アイテムが、てかね、もう個人的にはこのマップするのが楽しくなってるんだけどさどうしようもないね、それも、これなんだっけ、あ、そっか、まあいいや、これ行くわ行くわ、行っちゃう行っちゃう、いやー、ちょっと、くわー、うわっ、食らいすぎだろう、あ、でもあんまダメージ受けてないな、こいつが食らう、あいつ一人やっつけてるときにもう片方が突っ込んでくると痛い、 ここは絶対当たるところ絶対当たるの勘弁してほしいよね、これこっちから行った方がいい、
はい、こっからどっちだっけ。ちょっと待って、こっからどっちだ。タワーで隣がスライム、タワースライムのところどこだった。上、右、右、上。よし、よし、あー、よし、おし、おー、おし、よ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 し。よし、わあ、お前ら、こいつダメージでけんだよな。雑魚っぽい割にダメージでけんだよな。わあ、これ右だ。ここだ。ここからどうするかだ。スライムでしょ。で、下下下がモンキーなんだよ。これ下がモンキーなんだよ。よし、これだー。あーあー、消えた消えた。おお、オッケー。左、左、わっ、うわわわ、ここに来て、ここに来て助かる。いやこっち何なんだろうな。ファイヤーかける4。
か。全然ショップがないんだけど、どっか魔法陣だけ見てショップに入り逃してる可能性があるよね。わかんないな。やべえ、今1時間経ってんじゃん。これ多分左行って下行くと行き止まり。やべえ、ドワーフ一体か。上、右、右、違うな。いいのか。上、右、右、上、右、右、上、上。マジか、ダメージ食らいまくってほどでもなかった。大丈夫、僕にはここに回復の元があるのさ。あ、ぶねぶね。右、ぎ、ぎ、上。今何？何今の？あ、こいつか。こいつのいるところの、この上だ。この上が見たかったんだ。バット4体。左行って上、左行って、うわ、まっすぐ行って左行って上、でこれで左行くのか。左バット、バット2、スネーク2。ちょっと待って、バット2、いや、ちょっと待って、これ G4、 ここが一番やばいや。バット6、ドア、あー、ここでやられるか。マジか。まあしょうがないか。ちょっともう少しで今マップが埋まりそうだ。あ、でもそうでもないな。次回も1時間かかっちゃうかもしれない。とりあえずね、もう一回で多分マップ埋まると思います、これ。でも迷宮にも、今んとこ何もまともなアイテムがなかったんで、次の迷宮も大変なことになるかと思います。はい。
ということで、このチャンネルにお会いいただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。